静岡大学クラウド情報基盤の取り組みと今後の展望と題しまして、静岡大学情報基盤センター副センター長長谷川貴弘様よりご講演いただきます。それでは長谷川先生、よろしくお願いいたします。大学の長谷川貴弘で、この演題で、45分ほど話させていただきます。簡単に組織図なんですけども、クラウド上の情報基盤を運営しているということで、どのぐらいの人数規模でどのぐらいの利用者、学内ユーザーがいるかというところなんですけども、大体6学部ございまして、毎年2500名ほどですね、一般企業と多分一番違うところは、4、5年で数千人単位でですね、移動してしま、出ていってしまいますので、セキュリティの教育とかその辺がですね、ずっと継続的にやっていかないといけないというところがあるかと思います。で、1万2千名のユーザーに対してですね、実際に窓口センターのスタッフというのはだいたい10数名、これ一人一つが一人を表していますので、そのぐらいの人数規模で、ここ20年ぐらいですね、この20年ぐらいで増えたのが3名ぐらいという形で、その間にネットワークの流量は桁が2つぐらいは上がってるんですけども、人数は完全にもうほぼ定数状態だということで、さまざまな工夫をしなければですね、組織的にも難しい状態になっているというところが一つ特徴としてあると思います。で、そういった中でですね、情報基盤センターに着任して10年私経ちました。11年目を言っておるんですけども、その11年の中でいろいろな取り組みをやってきておりまして、特徴というとちょっと自慢げになってしまうんですけども、とにかくまず全国のですね、90大学ほどございますけども、国立系の大学で最初に情報基盤のことですね、商用のデータセンターに出し、商用のパブリッククラウドを使って学内の研究者向けの、通常は研究室単位で置いてあるようなサーバーですね、研究教育用のサーバーの外に出すという取り組みをやってまいりました。またちょっと派手なクラウドとはちょっと一線を画す地味な方のマネジメントの方なんですけども、2003年の頃にですね、当時大学で ISMS とって何になるのと言われるような時に、ISMS を国内の大学では初めてセンターとしては情報系センターとして初めて認証しまして、以後現在まで11年目の認証を続けております。で、さて本学のクラウドの情報基盤ということで、どういうふうな仕組みになっているかということですが、2つのキャンパスがございまして、直線で80キロほど離れています。直線距離でですね、で赤い線はですね、もう十数年前からお借りしているファイバーの線がございまして、1GBPS なんですけども、WDM という伝送装置で 10GBPS になって通信をしております。で大体、静岡キャンパスで7000人、浜松キャンパスが5000人ほどの規模でやっております。で、クラウド以前はですね、浜松側の、サーバー室に、従来型のラックで、1U とか 2U とかそういうサーバー系を積み上げて、空気穴を通すような意味で、まばらにこう通しているようなラックがございました。その横には、写真の横には2万ワットのですね、計算サーバーもあって、もう本当に熱風、ストーブとエアコンを一緒に耐えているような部屋で、サーバー管理をやっていました。で、これをですね、2019年ぐらいから話が上がって、中間に焼津にありますですね、商用のデータセンターをお借りしまして、そこに移設しようという取り組みをやりました。で幸いそのネットワーク のファイバーの線がデータセンターを取っておりましたので、我々は俗に言うその仮想 の, VPN ですね、バーチャルのプライベートネットワークとか、そういう暗号 の仮想のネットワークを構築する必要もなくてですね、このファイバーの実践を使って学内LANを構築することができたということで、そこはちょっと非常に幸いな、ラッキーなことだったと思っています。で、実際にはですね、焼津の DC 上にこういうふうなラックがございまして、いわゆるブレードサーバーですね、今2塊見えておりますけども、これが大体3塊でやっております。で実際に1万2000人 が使う、情報基盤のシステム、基幹システムですけど、大体今 3.5 ラックに収容されています。
最初5ラックぐらいあったんですけども、だんだん圧縮されてきまして、今最終 3.5 ラックというところを確認しておりますので、非常に高密度に充填できておりまして、かつもちろん電気もエアコンも全て賄っていただいてますので、我々はその辺の心配が完全になくなっています。まあ、我々情報処理基盤センター現在なんですけども、10年ぐらい前情報処理センターだったんですね、10年も前じゃないです、5、6年前ですね、情報処理センターから、それが今情報基盤センターになって、昔はなんかこう計算サーバーをちゃんとお守りしとけよぐらいの感じの業務だったんですけども、基盤になって大学の情報基盤をしっかり整備してくれると、少しこうウエイトがついた。で、もうある程度今回のクラウド情報基盤でですね、リスクをアウトソースすることができましたので、今後はですね、情報をどんどん発信していこうと、そういうセンターにしようじゃないかということで、これ正式な名前じゃないんですけども、基盤センターですけども、そういうような感じで、今度はですね、こういう形での地図大テレビジョンということで、クラウド資源をガンガン活用して、情報の発信サイトを我々やっていこうということで取り組み始めたのが2年ほど前ということです。で、今動画たくさん出回ってますので、画像が一時期最初はテキストだけのウェブだったのが画像が配信されるようになって、今度は動画が配信されるようになった時代だということで、早めにですね、地図大テレビのようなウェブテレビジョンのこういう形でいいものをどんどん集めようということで、フリーに検索しちゃうと非常に数がたくさん出てきて、静岡大学とはあんまり関連してほしくないようなですねコンテンツが出てくるので、どちらでも先行してその辺をしっかりまとめて、こういう動画どんどん作ってください、大学の推進になるような動画を作ってください、静岡テレビにどんどん上げてくださいというような形でやって、できるだけいい石のですね、綺麗な石の動画を、インターネットにも巡らせようじゃないかというような考えに基づいています。理想はこうなんですけども、じゃ実際やっぱりやってみるとですね、組織の壁はやっぱりなかなか難しくて、そのまま動画配信というわけにはなかなかいきませんでした。著作権問題どうやって解決するのかとかですね、当然来るような問題がたくさんございまして、こういうちょっとあるイベントでやってるんですね、こういうふうに著作権 OK というような札を持ってもらって、映像に収めてから撮っております。でもちろんいろんな形で署名をしていただいたりですね、とにかく著作権肖像権ですね、この場合は肖像権ですね、には非常に注意して、ぼかしとかも動画のぼかしを使ってですね、やらせてもらっています。で、事故が起こるかもしれませんけど、とにかく常にその警戒しておくと。それから YouTube の機能でですね、BGM に流れているような音楽ですね、あれ音楽パターンマッチングしてくれていて、著作権 のかかっている音楽が映像の中に紛れていると、それ管理者に通知が来るので、そういう場合も数回ありましたので、そういうものはすぐに是正して、再アップをするというような、取り組みをやっております。これからは、基盤も、クラウド化でできましたので、どんどん発信するようなサイトで、とにかく変化して、この10年でも本当にいろんな変化を味わわせていただきまして、NTT さんにもですね、基盤の部分で保守の部分、我々十数名ではとてもじゃないけどできませんので、そこら辺の安定した保守をですねやっていただいて、今の取材のクラウドが成り立っているかなと思います。ご清聴ありがとうございます。